はオリックスバファローズ対読売ジャイアンツの試合にご来場くださいまして誠にありがとうございます。試合に先立ちまして皆様にお願いがございます。グラウンドや下段席への物の投げ込みは禁止されております。試合進行の妨げにもなりますので絶対におやめください。また選手からスタンドのお客様へのボールの投げ込みも禁止となっております。場内は瓶、缶、ペットボトルの持ち込みは禁止されております。お持ちの方はタッチポットなどに移し替えてください。また場内は禁煙です。おタバコは指定された喫煙スペースでお願いいたします。試合中は打球の行方には十分にご注意ください。ライナー性の打球は大怪我をする恐れがあります。集中してご観戦の上盛大にご声援ください。また大正大シートにお座りの方は備え付けのヘルメットなどを必ず身につけてご観戦ください。ファウルボールを取ろうとしてスタンドを走ったり周りの方を押したりすることのないようお願いいたします。スタンドからグラウンドへの飛び込みは大変危険です。絶対におやめください。チケットに記されましたエリアのお席、指定席の場合は座席の番号をご確認の上正しくお座りいただき自由席は譲り合ってお座りくださいますようお願いいたします。ゴミはお近くのゴミ箱へお捨てください。その際は分別回収にもご協力をお願いします。それでは皆さん今日も両チームに対し熱いご声援をお送りください。皆様大変長らくお待たせいたしました。オリックスバファローズ対読売ジャイアンツのオープン戦に参加しまして両チームのサーティングラインナップ並びにアンパイアをご紹介いたします。まずは先攻の読売ジャイアンツ。1番ファーストベースマン背番号9亀井義行。本日はカーソル大阪にお越しいただきありがとうございます。2番ライトフィールダー背番号31松本哲也。3番ショートストップ背番号6坂本勇人。ご注意4番レフトフィールダー背番号のフレデリック・セペダ。5番 DH 背番号24高橋由伸。6番サードベースの背番号25村田修一。セカンドベースは背番号2井端弘和。8番センターフィールダー背番号44太田大志。9番キャッチャー背番号22小林誠二。背番号59小山裕貴。
セカンドベースマン背番号5平野啓一。2番ショートストップ背番号3足立良一。3番サードベースマン背番号1中島博之。4番デビュー1背番号40よりトフランコ。5番ワンスペースマン背番号31小屋の H。レフトフィールダー背番号55フリー岡田。7番センターフィールダー背番号8俊太。8番ライトフィールダー背番号9坂井。